アエロミーストハルキウは、ウクライナの航空会社である。社名は、空の架け橋となることを目指して名付けられた。東ウクライナの中心都市ハルキウを拠点とする、会社として2002年7月6日に設立され、ウクライナ国内や、旧ソ連、旧東欧圏を中心に、旅客便を運航している。アントノフアン -24 アエロミーストハルキウは、 東欧で初めてアンマイナス140を導入したことで知られる。アントック・アントノフによって開発されたこの小型ダーボプロップ総発機は48名の乗客を乗せて時速 450km の巡航速度で 2700km のルートを飛行することができるウクライナ最新式の旅客機である。機体規模や諸能力は老朽化した。 従来のアン -24 の代替機となることが求められたため全人気に準じているが、機内設備はこのソ連時代の旅客機に比べ大幅に改善されており、新しく美しいインテリアに新しい空調設備や照明装置が備え付けられている。また、騒音や機内の振動も低く抑えられている。手荷物収納部はこのクラスの機体としては、 最大規模のものが備えられている。外装も白地にオレンジや青で愛らしい女神のイラストをあしらった美しいものになっている。このアンマイナス140の導入により、アエロミースとハルキウでは乗客が機内でより快適な時間を過ごすことができるとしている。なお、機体には以前はロシア語名で会社名が書かれていたが、その後ウクライナ語名に変更されている。この他に、 アエロミーストハルキウでは44人乗りのアンマイナス24も保有しているが、こちらは外装も白無地のままであり、主としてチャーター便に運用されている。2006年8月の時点でアエロミーストハルキウは以下のような機材を運用している。アエロミーストハルキウはハルキウより以下の空港へ旅客便を運航している。このうちキエフからブラチスラバへの路線は、 アエロミーストハルキュー便が唯一の直行便となっている。この他、アエロミーストハルキューでは、独立国家共同体各国、トルコ、イタリア、フランス、ブルガリア、シリア、イラン、中華人民共和国、アラブ首長国連邦へのチャーター便の運行実績もある。ありがとうございます。